ワンアウトからヒットで一塁。打ちましたピッチャー返し、ショートこれ取った、ベースを踏んだ、そして一塁へ。ショートの後藤光隆、これがダブルプレーになりました。3回の裏、千葉ロッテワンアウトからランナー出て強攻策だったんですが、ゼロが入りました。